ような全国ツアーです。チャン・グンソク、プリンスになる。韓国の人気俳優チャン・グンソクが初めてとなるアリーナツアーの初日を名古屋で迎えました。チャン・グンソクがプリンスに扮し、ミュージカル風にライブが進んでいくというエンターテインメントショーは、グンソク自身が企画・構成したもの。そして汗だくになったグンちゃんでしたが、この服、すごく不便だよ。話したいことがあったけど、一つは、すごく会いたかったです。ほんまやん。プリンスチャン・グンソクに1万人が大興奮でした。チャン・グンソクさん、日本でも人気なんですけど、キム・テイさん、いかがですか？お会いしたことはありますか？個人的に会ったことはないんですが、作品で、いろいろ作品で見たら本当に素敵だと、魅力があると思います。本当に可愛いって人気ですもんね、日本でも。僕だけのステージを見るためにここまで聞いてくれて、うなぎたち本当にありがとう。なんだうなぎたち。はい、ちなみにこのうなぎとはファンのことで、自分にたくさんのエネルギーを与えてくれることからそう呼んでいるそうです。うなぎなんだ。続いてはこちらです。